演舞開演。どうも、本日はこちら宝珠園のローズヒップティーというものを飲みたいと思います。一見するとバラのようには見えませんが、これをローズヒップというのですね。これも煮出す必要がありますので、ちょっと煮出してきます。出来上がりをお待ちください。で、終わりました。入れてみるとバラの、バラという名前の通り鮮やかなピンク色になりましたね。いや、バラは赤の方か。とりあえず飲んでみます。確かに味にもトゲはありませんね。あるのは虫。味は甘いベリー系の紅茶のようなちょっと優しい甘さでした。口の中にまろやかに広がっていきます。バラはトゲがありますが、飲む分にはトゲは感じられません。これで美容にいい成分がいっぱい入っているということで、もちろん健康にもいいのでしょう。私もバラの力を借りて内側からきれいにしていきたいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。